トケラウの地図。西から、アタフ島、ヌク、ノノ島、ファカオホ島。トケラウは、南太平洋にある、ニュージーランド領の島所群をび自治領。旧称は、ユニオン諸島。トケラウ諸島のアタフ島、ヌク、ノノ島、ファカオホ等の3つの干渉からなり、国際連合総会によって、国際連合非自治地域リストに登録されている。 なお、同じトケラウ諸島に属するスーインズ島は、アメリカ領サモアとなっており、トケラウ政府は、返還を要求している。トケラウという名称は、トケラウ語の、北風を意味する単語に由来する。ヨーロッパ人の探検家によって、時期は不明であるが、ユニオン諸島やユニオン群島と命名された。トケラウ諸島は1946年に地名として、採用され。 1976年12月9日、トケラウに解消された。1765年にイギリスの軍艦がアタフ島を発見し、1889年にトケラウはイギリスの保護領となり、1916年にはイギリス領をギルバート・エリス諸島に編入された。その後1925年にニュージーランドの管理下に移され、1948年正式に ニュージーランド領となる。1981年ニュージーランドが、トケホア条約でスーウェインズ島がアメリカの領土であることを認める。2006年、2007年と続けて、ニュージーランドとの自由連合国へ移行する是非を問う、住民投票が行われたが、得票率が成立に必要な3分の2に届かず、否決された。また、自由連合国への移行は否決されたが、 2006年2月15日の住民投票で、米領サモアに属するオロセンガ島が、トケラウの一部であると主張する結果となった。2011年12月29日末、サモアが日付を追日進める動きに合わせ、トケラウも標準時を変更し、アトックプラス13となった。3つの小さな干渉、アタフ島、ヌク、ノノ島、ファカオフォ島からなる。この島は、 海抜高度が低く、1989年の国連白書によると、地球温暖化による海面上昇を食い止めなければ21世紀中に海に水没する運命にあるとされる。アメリカ領サモアの一部であるスウェインズ島は、地理的にもトケラウに近く、同諸島に属する。そのため、トケラウ政府は、オロセンガ島はトケラウ諸島の一部だと同島の変換を主張している。 わずかに農業と漁業が行われているが、自給的なものが中心。主要作物はコプラである。島内での民間雇用は厳しく、出稼ぎ者からの送金や仕送りに頼る部分が大きい。そのため、自由連合国としての自立も厳しい状態にある。トケラウ諸島に割り当てられた国別ドメイン名である。TK を貸し出すことによって外貨を獲得している。トケラウには、 空港がなく、三つの干渉への交通手段は、固まらん連絡便しかない。その他には月に一度の貨物船がトケラウによるぐらいで、ある。1948年より、独自の切手を発行している。バン国郵便連合には、ニュージーランドの一部として加盟している。ポリネシア系トケラウ人がほとんどで、ヨーロッパの白人とポリネシア人との根血である。公用語は、 英語とトケラン語である。宗教は、ロンドン伝道教会が68%、カトリックが29%。ありがとうございます。